アセンションするなら、まずは覚悟を決めやがれ。エスキューチャンネルご覧の皆さん、スピリチュアルカウンセラー、タカピロピーロー、タカヒロでございます。よろしくお願いします。相変わらずね、セッションに来られた方には、動画と雰囲気違いますねと言われる嬉しい恥ずかしい44歳、タカピーでございます。そんなこんなでね、前回からアセンション実践編に突入して参ったわけでございますけれども、前回の前にね、大事なこと僕言うの忘れちゃってた。アセンションをするなら、まずは覚悟を決めやがれこの野郎、やんのかこの野郎っていうね、よくわかんないですね、このキャラね。何なんでしょうね。もう本当にテンションだけでごまかしてるのはもうバレてると思うんですけどね。お笑いとかにちょっとこう、携わってるような方たちは、どうかこの動画見ないでやってください。ね。とても腕がないことがバレてしまいますので。そんなこんなでね、今日はね、覚悟について。これはだってもう、前にも言ってるけどね。まあ、今回改めて、攻略編ということでシリーズをお伝えしていくんで、まあもう一遍言っとく必要あるなということで、あえてね、もう一度説明させていただきます。まあ覚悟ですよ。もう、冷める、悟る、うん、まあまあまあ、もう悟る、菩提心ですよね。うん。もう菩提心もわからない人はググってください。もうそこまでは説明できないから。やっぱり自分で、本当に自分を幸せにしてあげようとかね。本当の自分を取り戻そうとか、真理を絶対掴んでやろうとか、悟ってやろうとか、アセンションしてやるぞっていうね、これは覚悟を決めないと、もちろんそれは先には進めない。で、ここなんですよ。まあ、僕らスピリチュアルカウンセラーもそうだし、一般的なその心理カウンセラーさんとかセラピストさんとかも、僕はそうだと思うんですけど、覚悟を決めるっていうところは、他も誰にもサポートできないんじゃないかなと思いますね。うん。結局まあ、何かがきっかけで、そういうことは起きると思うけど、覚悟はね、決めようっていう気持ちになるかもしれないけど、やっぱりその人の中にあるね、目覚めようっていう気持ちが、パッと開花していかないと、目覚められない。うん。まあ、そういう意味じゃ、僕ね、アセンション二極化する、ゲート閉まっちゃうよっていう説あるじゃないですか。あれは愛のメッセージだと思いますね。覚悟を決めない方はもうずっと決めないから、ちょっとこう焦らせて落としちゃうぞみたいな、ああみたいな、ああ決めますみたいなね。一つのまあきっかけとして言ってくれてるんじゃないかなと思うので、うん。まあ僕はもう本当にドチャラッティで行こうと思ってるんで、ドチャラッティって何？ね。悟りたい人ね、アセンションしたい人はすればいいし、したくない人はしなければいいし、それはそれで完璧な調和でござるで、バザールでござるから、目覚めたい人と一緒に僕は楽しんでいきたいでござるっていうことで、本当にドチャラッティでございますけれども、ただ、セッションにね、足を運んでくださった方には、真実が知りたいのか、それとも変わらぬこの現実を生きたいのか、お前、どっちか選べ。まあ、そんな言い方はしないけど、まあ、ちょっとマトリックスのワンシーンみたいなね、一応お尋ねはしますよ。出口どこにしますかって。そうするとカウンセリングで、スピリチュアルセッションでつながるところも変わってくるし。で、もちろんどっちも一つだから、目の前のね、悩みとか問題を解決していきたいっていうことももちろんね、大事。で、そっから視点をね、上に上げていくというかね、アセンションの視点ね、本当の自分の視点、ハイヤーセルフの視点で、生きていくっていうことをね、していくとより楽に自分らしく生きていきますよっていうことを、まあ、お伝えさせていただいてるわけですけども。でね、ちょっと今日はね、これ別に辛口なわけじゃなくて、まあ言われたら当たり前だなって思うんですけど、現状ね、今の状態から、変化を別にする必要ないっていうふうに思ってる人は、それは無理ですよ。だってアセンションしたいって思わないわけじゃないですか。うん。だから現状の人生からね、別に変わりたくないって思ってるのであれば、そのまま生きればいい。OK、それで。うん。で、そうじゃないのであれば、もう目覚めていこうって自覚をしていく。うん。覚悟をしていくってことね。で、わかりやすい例なんですけど、
まあ、実家暮らしの人は、アセンションからほど遠いと思いますね。